前田さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。じゃあ都市間戦争映画化おめでとうございます。ありがとう。原作アニメどちらも好きなので、ついに革命の話が映像として見れるなんて嬉しいです。さて今回の革命の翼では、はい、幾多道場の声もついにクライマックスですね、はいはい、あの二人のまっすぐに駆け抜けるような恋愛にすごくドキドキさせられます。幾多道場は両思いな感じでしたが、両思いって本当に奇跡みたいなものですよね。前野さんと辰久さんは、恋愛では追われる側と追いかける側だったらどちらがいいですか。ちなみに私は追いかけたい派です。追われると逃げたくなるんです。なるほどね。うん、俺も追いかける派だな。俺も追いかけたい派だな、うん、追いかけたい派。追いかけたい。追いかける追いかけるような恋愛が追いかけるような恋愛がしたいってことですよ。ああ、希望系ね、希望系です。恋愛してないの。恋愛なんてもう年単位でしてないな。年単位でしてないのか、うん、年単位でしてないな。本当お前寂しい男だな。いや、なんかね、もういいんじゃねみたいな。どうした。もういいんじゃね俺これでみたいな。枯渇した。もう悟りを開いたね。俺はずっと右手が左手が恋人だっつって、もう開眼したね。あとはもう天下任せるぜっつって。まあわかんないけどでもさ、わかんないけど出会いがあんまそんななくない。でもこういう仕事してると。ああ、まあ仕事だけだとね、うん、俺しかも、まあ、スタジオでお会いする女優さんとか、ね、俺しかも合コンとか絶対行きたくない人だから。ああ、そう、うん、だからやっぱ余計になんかないのかもしれない。ああ、そう、うん、出会いなんていろいろあるじゃないか。あ、じゃあもうこれからはそういうものだったりとか、うん、あとはもう金で買うぞと。生々しいよ、やめろ。金じゃ買わん。金じゃ買わん。じゃあそういうことちゃう。そういうことじゃない。そういうことちゃう。あ、俺はもう全部金で解決すっから。いや、そういうことちゃう。そんなことちゃう。やっぱり運命の出会いを信じたいのね。そのやっぱり偶然道端で、うん、キャーごめんなさいみたいな、定期金落としましたよみたいな、うん、そういうのに未だに憧れる30歳だよ。ドンってなって、そうそうそう、でリアルで、ああ、すいません、ありがとうございますみたいなこと言われて、そうそうそう、終わるわけだな。終わるじゃん。そこから発展するような恋愛がしたいなっていう意味だよ。すごいこの人不審者みたいなみたいなね。まあでも今やったら不審者だろうな、きっと。完全にな。だってお前30で何考えてんの、ね。俺だから全然成長してないって自分で思うもん。本当、ああ、ほんとね、世の30を。俺もこの間ね、言われたもん、前野くんって中学生みたいでリアルに言われたもん、ほんとに。俺、今までネタで俺中学生みたいとか中二病だとか言ってたけど、ほんとに実際に言われて、あ、周りからもやっぱりそう見えてるんだなってちょっと。あ、ほんと、うん、俺別の作品でクランプさんと、うん、あのお話しさせていただいた時は、うんうんうん、その時に4人ともに小学生みたいって。まあでも男の子ってやっぱそうだよね。うん、俺と監督、その時の監督は、うん、あ、水島さんだったんだけど、水島さんと俺は小学生みたいな。確かに水島さんも若いからね。見た目も若いしね。そうそうそう、ね、そうやって言われたな。次行こうか。次行きましょう。はい。